そっから1時間半太郎に振らなくなっちゃったんですよ。怖いですよ実況の人。何が見えるの？いや僕も見えたことないですね。僕もそうホテルとか泊まることありますけど、全然どこ行っても何にも思わないですね。全然なんかあんまり怖いとも思わないんで、ビシッと言おうとしても全然。まあでも家では住めないですね、やっぱ自己物件っていうのは。あえてそこ住む芸人いるんですよ。安いからとか、そこ住んでみて体験だとか。YouTube とかでもね、そうなんですよ。住んでみました。そう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 。エピソードのためにぐらいの人も、精神がすごい。精神がすごい。いや、僕もそう、それはできない。さすがに。家とかは。10年は勤めるけど。10年勤める。やめます。家じゃないから、まだ。そうか。よく入れるよな。本当だよね。あと若干外も繁華街的な場所でもあるので、なんか賑わってる感じが。なるほど。だから田舎のシーンとしてるとこはちょっと怖いかもしれない。そうだね。それはあるかもしれない。だから橋本さんのやっぱ地方のホテルとかの方が怖いな。怖い気がするな。そこで宿泊とかシーンとするとな。でうちの旦那よく言ってもドア開けると、あ、ここなんかあるなと思って。あ、やっぱわかるんですか。フロントに行って部屋借りてって言って、何かありましたかって聞かれた時に、いやあそこありましたよね逆にって聞くと、あ、わかるんですね。あ、なるほどなるほど。言われるっていう。すごい。さすがですねそこは。兄はあるの話。いやまあ僕ね、あるって言ってもまた別の怖い話なんですけど、一回まあコンビの話なんですけど、格闘代理戦争っていうマサトさんとかがやってる K1 系の番組がありまして、アメバテレビなんですけど、そこで実況僕ら頼まれたこと、あ、解説実況のアナウンサーがいて、あとドラッグドラゴンの鈴木拓さんと僕らがその K1 の試合、マサトさんとかが、まあ、育ててる若手の試合なんですけど、まあ、テレビ中継するんで解説してくれって言われて、まあ、立ち技なんです K1 だから。僕らどっちかというとグラップリングなんで、でそのドラッグの鈴木さんもグラップリングの選手なんで、そんな若、そうなんです、選手っていうか、まあ、やってる方なんです。選手なんですやってる方なんで、そこでなんかそれでまあやってくれって言われたんですけど、まあ、なかなか出てこないじゃないですか。やっぱちょっとその K1 ですからね、パンツキックですからね、立ちだからなかなか出てこないんですけど、まあなんか資料を渡されたから、それをなんかうまい具合にこう答えたんですね。で実況の方も優しいんで、ドランク鈴木さん、兄、太郎って、まあ、順番に大体振ってくれるんですよ。なんかそのワイドショーのコメンテーター振るみたいな感じですよね。たくさんどうですかなんとか言ったら、あ、たくさんいたな、じゃあ次俺だって、兄どうですか、はいどうですね、で太郎どうですかみたいな感じでこう振ってくれて、順番にね。でまあそつなくなんかうまくこなしたんですけど、4試合目5試合目ぐらいの時に「どうですかどうですか?」って来て「太郎さんどうですか?」って実況から言ったことがあって「太郎さんどうですか?」って言ったら太郎がちょっとどもっちゃったんですよね。急に、まあ急にでもないんですよね、来ちゃってね。どもっちゃったんですよ。まあ1回だけですよそれ。そしたらそっから1時間半太郎に振らなくなっちゃったんですよ。怖いですよ実況の人。あんな明るく言ってんのが、たくさんどうですか、なるほど、兄どうですか、なるほど、で太郎のところが飛ばして、たくさんどうですかってまた戻って、兄どうですか、はい、たくさんどうですかって、もう1回ミスったら、まあ生放送だったのもあるんですけど、生中継やってるのもアメーバテレビの、あ、もうこんなシビアに厳しいなって、太郎に1時間半ぐらい振らないですよ。で、ようやく1時間半ぐらいに、たくさん兄貴で、太郎さん、あ、久しぶりに太郎に振ってくれると思ったら、太郎さんどうですか、今のは痛いですか、痛くないですか、わかりやすい2択で、どっちかだったらこれは答えるだろう、太郎みたいな感じで、わかりやすく丁寧に言ってくれて、痛いですねって言って、答えて、何度かその、いや、やっぱ怖い、シビアな現場だなっていう、その怖さはありましたね。なるほどね。そう、一回ちょっとどもって、うーってなった瞬間に、もう、あ、実況の人が、あ、これダメって言って、バッてこう切ったみたいな、あの現場、ちょっとシビアな現場ですね。兄の話はいつも現場の怖い話だよね。ああ、そういう現場の。いや、でも、この実況って、もう見たまますぐに言葉にするんですよね。すごいよね。いや、あのアドリブと瞬発力はなかなか難しいですよね。でも、技も知ってないといけない。そうですよね。はい。やっぱ言葉も変えなきゃいけないですから、4試合目ぐらいになってきたら、何を言おうかで、もう言葉もなくなってきちゃって、パニックになっちゃって。そうなんですよ。ただ、まあ、僕らね、3人いた分、まだね、ゆっくり考えれたんですけど、どもって言ったら、もう3ときて、もうそこからは1時間半、2人だけしか振らないんですよ。すげえな。編集聞かないからね。ね、生中継ですしね。はい。あ、こいつダメだと思ったらもうやらない。わ、プロの人だな、プロだな、この実況の方と思って。怖いのありましたね、そういう現場。いやいや、芸人として怖かったですね。そこははい、怖い現場でしたね。なかなかね、自分たちが知ってることだったら喋れるかもしれない。まあまあそうですね。ちょっとグラップリングだったのもありますからね。いや、結構そういう場の怖いのはありますね。一回お笑いやってて、ネタで、それこそ吉田沙保里さんとか、独藤翔沙羅さんとか、川井梨紗子さんとか、オリンピック選手がいっぱいいる中での営業で、まあめちゃくちゃ受けたんですよ。ドカーンって受けた時に、沙保里さんが一番前にいて、沙保里さんがなんか、まあ投げたりとかする技だったんで、僕はちょっとこっち向いてる時に、まあこっち一人だったから、あ、痛くないですか、大丈夫ですかって沙保里さんが話しかけてくれたんですよ。それを無視するっていう。めちゃくちゃ怖かったですよ。なんで無視するのと思ってずっと、と思っちゃって、緊張しちゃって、何も言い返さない。あの世界の沙保里さんがさ、話しかけてくれたのに、無視したんですよ、ステージで。もう慌ててフォローして、いや、ちょっとこれ過ぎてね、聞こえづらくてすいませんとか、いろいろフォローしたんですけど、なんで無視する沙保里さんからと思って。全レスリング選手が関係者がいる中で、沙保里の言葉無視するかみたいな、なんか。怖かったですよ、僕とこれ。沙織さんと僕なんかがみたいな。いやいや、でもステージに上がってますから、ステージ中全員が見てますからね。そこを無視するんですよ。で、あんだけ無視したのに、終わった瞬間に、写真は撮りたい子だから、オタクだから、写真いいですかって写真だけグーグー言ったから、引いちゃって、沙織さんが、すごい、写真撮ったんですけど、すごい引いた顔で、こんな顔で撮ったんですよ。全選手に写真撮ってくださいと。写真だけ急に来て、喋らないあの子が、みたいな。昔からオタクだからそう。そこはできる。危ないですよね。写真撮る時だけはね。そう、写真だけは撮る。いや、そういうヒヤヒヤした怖い話はいっぱいありますね。はい。でもまさかその舞台の上で話しかけられるとも思わないもんね。あ、まあまあそれもありますけど確かにね。はい。そう、シーンとする中でシーンとしちゃいますよね。いやでもカルカめちゃめちゃ面白いよね。いや、ちょっと変に謙遜しすぎて余計失礼なことしちゃうっていうタイプなんで。そうかな。裏目に出ちゃう。人によってはね、そう思われちゃいますよね。はい。遠慮しすぎてね。はい。遠慮しすぎ。あ、遠慮しすぎ。そう。だからよく、まあ、沙織さんとかみんなでご飯とか行くこともあるんですよ。まあ遠慮してるのか苦手なのかわかんないですけど、お酒をあんま飲まないんで、喋りもあんまりしないんですよ、やっぱり遠慮して。で、まあ食べもしないんですよね。まあそれも遠慮の一個かもしれないですけど、でもまあ、そのみんなでわーやるじゃないですか。まあ僕は結構喋ったりとかいろいろこうやったりするんですけど、やっぱいると、そのまあ、お金払ってくれる、まあちょっと偉い方とかいるじゃないですか。そういう人が、さっと太郎のとこ来て、俺見てるからねって、君喋りもしない、食べもしない。まあまあ向こうがお金払ってもらってる、もちろん沙織さんとかみんなにレスにかけてるからね、少しなんか頑張らないとダメだよって。やだ、もうそれも怖い。怖いでしょそれ。なんかだからまあ芸人として呼ばれてる部分もあるから多少はやんなきゃいけないのは分かるんですけどね、チクッと言われたりとかしてるんですよ。すごい優しくなんです。まあもちろんね、優しく、そう、そんなに別にもちろん本当に怒鳴ったりとかじゃないんですよ。で、まあ、たまたま2人で飲んでる時かなんかにこそっとね、だから僕とかにも全く言っとかないです。だからこの人にだけこそっと、だからみんなの前で言うわけでもないんで、まあ、優しいんですけど、まあ、次来た時は気をつけなさいよと、なんか飲んだりとか食べて、少しはちょっとこう、ただおとなしくじっとしてるだけじゃダメだよっていう。すごいスマートな、だからみんなにも分かんないように、まあまあもちろん、なんか大人の対応というか、だけど怖いですよね、それでやっぱ見られてるんだっていう、まあ沙織さんとかがそうしてるのは全然いいんですよ、やっぱり、もう世界の作家だから、沙織さん静かにしてるのは全然いいんですけど、やっぱ僕らはやっぱまだ芸人として呼ばれてるからっていうので、結構、タルフのこと思って言ってくれたんですか。まあまあもちろんそうだと思います、ずっとこうやってた、はい、そこから頑張って酒飲むよとかしてるんですけどね、酒を。まあだから僕は結構バイクで移動することが多いのもあって、で、なんで太郎も飲まないとなるのっていうふうに、ちょっとそれもチクって言われたらしくて、兄はわかるけど、とか言って、あ、すいません。その、気持ち悪くなったらどうしようとか。だからちょっと、そう、やっぱり飲み会とかに行ったことがなかった。今まで飲み会に全然行かないタイプ。芸人の流れの中でもそうだから。そう、前回のチャンネルで行きましたけど、はい、そういう場にも行かなかった。そう。人混みが苦手というか、それで、はい、飲まなかったんですよね。そうなんですよ。飲まず嫌いというか、はい。飲まず嫌い？やらなかったらね、そういう感じで。いや、ちょっとやっぱだから、まあ、怖いっていうわけじゃない。まあ、怖いは怖いですね。いろんな現場がありますからね、やっぱりね。はい。いろんな怖さがね。そうなんですよ。厳しくはないですけどね。はい。そういう怖いことありますけど、全然。はい。だから、でもそれで、そうやって人混みって言ったらですけど、人と会うのがやっぱ本当に緊張しいだったんで、このご時世って今、一応テレビ局入るときとか37度以上出ると、もう入れない、検温がありますからね。で僕やっぱ緊張しいだから、ある時やっぱテレビスタジオ入る時収録の緊張で37度4分ぐらい出ちゃいまして、でテレビ局入れないってことがあって、その熱が発熱しただけで、だから収録現場行ったんですけど、それでそのまま出ちゃったから「島さん丸塚さん結構帰ってください」って言って帰らされて、収録せずに、ですぐその後病院行ったらもう何の全部陰性で。で、医者が言うには陰性って、コロナじゃなかったね。慌てなくていいから、なんかテレビ収録呼ばれたんです。それも去年年末ですね。そうですね、年末に呼ばれて、全員が多分みんな、いや年末は緊急事態宣言がすごい下がっちゃった、まだ1月とかからだったんで、全員やるんですよ、もう局は全員。でも大体出ないんですけど、ちょっと出ちゃったんです。でもそこでも局の方優しいから、まあこれ怪しいからこれ測ろうって、この脇のまでもう一回測ろう。そしたらもう一回脇の出ちゃったんです。そしたらもう偉いプロデューサーがみんな来ちゃって、すみません帰っていただいていいでしょうかって言って、でどこにも寄らないでも挨拶とかしないで、もう本当にコロナだったらどうしようっていうのがあったから、そうです。でそこからテレビ局の方から毎日検温と結果を全部送ってくださいって言って、コロナだった場合はうちの局の方でちょっといろいろそのやんなきゃいけないから、その収録と楽屋にいた人がどうなるかってなっちゃって。そしたら病院行っても何でもないし、でそこから毎日測っても36度くらい平熱で、で病院の先生が言うには極度の緊張から発汗して発熱する場合もあるんで、そういうことかんですねって言ったら、でもあるよね、そこまでちょっと増えてきたから体温が上がってるから。そうですね。で聞いたらやっぱ緊張しいだから、昔からビビりで緊張しいで、まだ収録始まる前なんだけどドキドキしちゃって、多分熱が上がったんじゃないか。家帰ったらもう6度3分だったんですよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ゲストの方の詳しい情報は概要欄にありますので、そちらをご覧ください。また次回お会いしましょう。